改めまして、メルと言います。30年前、元走り屋、AE86 に乗る峠小僧でした。このチャンネルでは、レーシングシミュレーターアセットポルサを使って、30年前当時の私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、AE86 の魅力をお伝えするチャンネルです。どうぞ、動画の最後までお付き合いいただき、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。はい、本日は、レーシングシミュレーターアセットコルサでのタイヤ挙動の肝となるタイヤーズイニについて解説してまいりたいと思います。皆様の中でもご存知の方もいらっしゃると思いますが、私元プログラマーでありました。それでこのアセットコルサのタイヤーズイニについての情報がですね、なかなかネット上世界中を探してもなかなかないんです。で、4ヶ月前に私がアップした動画もありまして、その1週間後にですね、この、海外の方が、私の解説動画も、見よう見まねでですね、アップされておりまして、それ以来ですね、このタイヤーズイニ解説する動画が、ウェブサイトすべてくまなく探したわけがないんですよね。今回はですね、プログラマーの見解として、このアセットコルサのタイヤーズイニの役割と、各パラメータについて触れてまいりたいと思います。まずは、アセットコルサのコンテンツマネージャーのコンテンツを開きましょう。でですね、お好きなお車の、モッドを選択していただいて、フォルダーを開きます。でですね、次にデータフォルダーを開きましょう。このデータフォルダーの中に、タイヤーズイニが、まずは存在しています。はい。で、あとですね、速度ごとに対する、グリップのですね、性能曲線を示すラットデータと、その他にですね、タイヤの摩耗曲線を示すラットデータが、フロントタイヤとリアタイヤ分が、存在しています。はい。で、タイヤ特性をですね、設定する上で、この4つのファイルで構成されているんですね。はい。で、ご覧のように、この4つのファイルでタイヤは構成されていきます。はい、それではですね、まず、タイヤーズイニの、解説に入る前に、まずはですね、フロントのラットデータと、あと、リアの、ラットデータの記述の方から、紹介してまいりたいと思います。こちらはですね、タイヤの、摩耗に伴う、性能変化を、表しています。まず、縦軸がですね、タイヤの摩耗パーセンテージを表しているのですが、横軸がですね、摩耗に対する性能値の、グリップの、性能の割合を、表しています。例えばですね、0の時はですね、0100というのは、新品の状態はであればですね、性能が 100% であることを表していてですね、摩耗率が 50% に達したときは、このようにですね、性能が 85% に低下するということを示しています。はい、それではですね、次に、ラットデータの、記述の方を、解説してまいりたいと思います。先ほどのですね、フロントの、ラットデータやリアの、ラットデータとはまた違いますので、今度はラットデータというものになります。こちらのラットデータの方がですね、まずタイヤの温度と性能の、関係を示している、温度性能直線となります。縦軸がですね、タイヤの温度を表していて、今度、それに対する横軸がですね、その時の性能として、グリップ性能や摩擦係数の方を表しています。例えばですね、摂氏0度の時は、タイヤの性能が 80% であることを示していて、今度摂氏60度の時は、タイヤ性能が 100% になっていることを表しています。で、200度になった時は、タイヤの
性能がですね 90% に落ちることを示している、記述となっています。このファイルはですね、タイヤが異なる温度でですね、どのように性能を発揮するかを、定義している、データとなります。はい、では大変お待たせいたしました。皆様がお待ちいただいておりました。このタイヤーズインディのですね、解説に入ってまいりたいと思います。以前はですね、前回の動画ではテロップのみでの、説明であったため、詳しい内容まではですね、私お伝えできなかったんですが、今回ですね、詳しく解説してまいりたいと思っております。まずですね、こちらは、タイヤの名称と、あとショートネームとなっております。あとこちらの産業、まずですね、こちらが、まず、ウィズというものになります。はい。ウィズが、タイヤの幅に関するものなんですけれども、あと、こちら、レイディアスですね。あと、こちらのリムレイディアス。この産業に関しては、私の以前の動画で、プラモデル感覚で作ろう。ML865 といったですね、こちらの、第3話でお伝えしておりますので、ぜひご覧いただけたらと思っております。はい、次にですね、こちらがですね、アンギュラーイナーシャと言います。はい、こちらの役割としてはですね、タイヤの回転に対する、慣性を表しています。で、こちらがですね、数値が大きいほどですね、タイヤの回転するのに力が必要となって、より慣性が、大きくなります。そういえば、スポーツタイヤ、で、競技で走る場合は、こちらの数値の方を低めに設定することをお伝えしておきます。はい。で、あとですね、こちらの、ベアカーブというものは、先ほどのフロントのタイヤの、ラットデータ、こちらを、読み込んでいるものになります。はい。次にですね、ダンプデータになりますけれども、こちらが、発達としておりますが、こちらの役割としてはですね、タイヤのダンピング、減衰係数を表しているんですね。はい。で、この値というのは、タイヤが路面に設置している際の、振動やですね、エネルギーの、減衰速度というのを、決定しているものになるんです。ちょっと難しいかもしれないんですけども、こちらの、要はですね、値が大きいほど振動が、素早く抑制されて、より硬く、より速いフィーリングになります。で、逆に数値が小さいと、タイヤは、柔軟でですね、柔らかく、振動が続くようになりますが、鈍く感じてしまいます。はい。で、次はですね、レートになりますが、こちらの、役割としては、タイヤのですね、スプリング剛性のレートを表しています。でですね、こちらがですね、タイヤが、タイヤのたわみがある時の、剛性を表しているのですが、こちらの数値が高いほど、タイヤは硬くて、路面からの反発力も強くなります。逆に値が小さいと、タイヤは柔らかくなって、よりたわみやすくなります。要は、タイヤの剛性が高いほど、レスポンスは速くなるんですけれども、グリップ力の方に今度影響してしまいます。で、グリップは、要はですね、この、グリップ走行を求める方であれば、こちらの数値は低くして、ドリフトをされる方は、高めというのが、いいのかなと思います。はい。で、次にですね、こちらフレックスになります。はい。役割としてはですね、タイヤの、たわみの今度量を、制御しております。先ほどはですね、たわむ際の剛性を表す、レートだったんですけども、こちらですね、たわむ量を制御するものになります。この値というのは、タイヤがですね、荷重を受けた際に、どれくらい変化するかというのを決定しているんです。タイヤのたわみですね、小さな値、数値の場合は、タイヤが、ほとんど、たわまない、
ということを意味していて、車両の動きがですね、まあ、直線的で、直接的で、まあ、強く、硬く感じられるものになります。で、大きな、まあ、大きい数値にすると、タイヤが大きく変形して、より多くの接地面積、が、まあ、生まれる可能性があります。まあ、グリップ走行を求める方であれば、こちらの数値は低めにしたり、まあ、ドリフトを求める方であれば、高めなのかなといったところでしょうかね。はい。一応こちらの解説となります。はい。次にですね、今度は、タイヤのグリップ力を決定する重要なパラメーターになります。おそらく皆様はですね、ここのグリップ力のところを、詳しく知りたかったのではないのかなと思いますが、一つ一つ私説明してまいりたいと思います。まずですね、こちらの XMU と書いてあるものです。からですね、ここまで BX1 と書いてあるところまでですね、この合計7行のところを解説してまいりたいと思います。はい、ご覧のようにですね、まずは、タイヤのグリップ力を、決めているものが、この7つのパラメーターとなります。まずですね、この一つ一つ私説明していきたいと思います。このあたりですね、頭の中がですね、ごちゃごちゃっとしてしまうかもしれないんですけど、このような、わかりやすくレイアウトしておけば、まあ、と認識しやすくなるかなと思いますので、皆さん、ついてきてください。まずですね、こちらの XMU と書いてあるもの、このパラメーターは、呼び方は、XMU と言います。はい。役割としてはですね、タイヤの横方向、横方向の摩擦係数を設定しているものになります。まあ、いわゆる μ というものですね。この値というの、この数値はですね、タイヤが横方向、まあ、コーナリング時の横方向の力に対して、どれだけの、摩擦力を発生させるかというものを決めているものになります。まあ、一般的にはですね、1.0 というのが、標準値となりまして、この数値を超えると横方向のグリップが強化されて、0.5 とかですね、数値を低くして、低くすると、まあ、グリップ力が弱くなると、考えておいてください。まずここが、1点目になります。はい、次はですね、この DXREF と書いてあるものになります。これの呼び方は、DX リファレンスと言います。役割としてはですね、今度は縦方向の摩擦係数の基準値を、設定しておくんですね。まあ、縦方向ですので、タイヤがですね、加速や、ブレーキ時の、縦方向に発生する力を、決定するものとなります。この ML865 のですね、タイヤの値はですね、私 1.5 に設定しております。1倍の、まあ、1.0 の摩擦を超える力がですね、かかる場合にどれだけの摩擦力が発生するかを指定しているものになります。これを変えることでですね、タイヤの縦方向のグリップ特性、まあ、ブレーキング時であったり、加速時の、タイヤのグリップ特性を調整することができるんですね。はい、続いてですね、今度は DY リファレンスになります。こちらの役割としては、横方向の摩擦係数の基準値を設定するものとなります。こちらはですね、横方向のグリップを、調整するパラメーターとなるのですが、先ほどのですね、XMU と横方向、似てるかなと思われるかもしれないんですけれども、こちらも先ほどの DX リファレンスと同様にですね、倍数で考えてください。まあ、こちらがですね、ですので、XMU に対しての、まあ、すべてではないんですけど、XMU、まあ、簡単にお伝えすると、この XMU の、値に対しての倍数と考えていただければ、わかりやすいかなと思います。まあ、本当は、トータル的にですね、バランスが必要になってくるんですけども、まあ、単純に、XMU の倍数と考えてください。こちらですね、値が大きいほど、
当然のことながら、コーナリング時の、グリップ力が、強化されて、小さくすると、タイヤが滑りやすくなるものとなります。はい、それではですね、今度は、DY0 とですね、ちょっと飛び回して DX0 を、解説してまいりたいと思います。まず DY0 の方はですね、横方向のグリップケースの最大値を設定することになりまして、DX0 の方は縦方向のグリップケースの最大値となります。まず DY0 の方は、まあ横方向ですので、コーナリング時にですね、発生するグリップの、最大値となります。この値が高いほど、タイヤがですね、コーナリング時に、強い横グリップを発揮することとなります。ちなみに ML865 では、こちらはですね 1.5 というあの値を入れておりますが、標準でですね、一般的には 0.8 から 1.2 の、値が、まあ、通常のラジアルタイヤかなと思いますが、ML865 のポテンザには、1.5 の数字を、入れております。続いてこちらの DX0 の方ですね、こちらは縦方向となりますので、加速やブレーキ時に発生する縦方向のグリップを定義しています。ML865 では同じくですね 1.5 という数値を入れておりまして、ちなみにですね、この DX0 と DY0、こちらはあの先ほどの、リファレンスとは違いますので倍数ではございません。あの単なる、数値となりますけれども、ML865 にはこちらは 1.5 という数値を入れておりますが、縦方向のグリップ力が、まあ、標準よりはですね、強い、高いということを示しています。縦方向のグリップがですね、強いとやっぱりあの加速時や、ブレーキング時の、トラクションが、強くなるというものになります。はい、続いてはですね、DY1 と、DX1 について、解説してまいりたいと思います。まずですね、 DY1 の方ですね、こちらが横方向のグリップのですね、減衰率を設定するものとなるんですけれども、減衰率、皆さんちょっとあのイメージわかりますか。ですね、この要はですね、まあ、コーナリング時に、グリップでですね、タイヤに荷重がかかった際にどのように変化するかを示す、数値となるんですけれども、ここがですね、まあ一般的には、0.0 から0.2 の値で、この幅でですね設定することが多いのですが、まあプラスの値であれば、まあグリップがかかるというものになります。で、ちなみにですね、私の、ML865 のタイヤはですね、-0.03 としております。これはですね、マイナスの値を入れるということは、スリップ時のですね、グリップ減少が緩やかであることを示しているんですね。で、まあこの値がさらに、マイナスの値になると、スリップしやすくなります。はい、続いてはですね、DX1 の方に移ります。こちらはですね、縦方向のグリップの、減衰率を設定するものとなります。タイヤがですね、スリップした際の、縦方向、加速時やブレーキング時のグリップの、減少速度を、示しています。ですね、まあ、ちなみに ML865 のタイヤでは、-0.23 という値を与えているので、縦方向の、グリップの減少がですね、緩やかであることを示しています。こちらもですね、一般的には 0.0 から 0.2 で設定していることが多いと思います。はい、続いては、今度は、タイヤが路面から受ける、荷重に対するタイヤの応答性について説明してまいりたいと思います。